内緒のつぼみは、ヤブ内優による少女向け性教育漫画作品、及びそれを原作とした OVA である。通称、ないつぼ。ヤブ内が2003年の秋に、小学5年生編集部から、性教育をテーマにして、かわい,い女の子が主人公で、ファンタジーを盛り込んだ、新しい連載漫画を立ち上げてみませんかという提案を受け、それに応える形で、 主に小学4年生及び小学5年生にて2004年度から連載が始まった。以降、年度ごと、掲載仕事に登場人物と物語を一新する、形で継続。シリーズごとに、気または大木と呼ばれる。日常に入り込んできた、少し不思議な要素と恋愛話を軸に、主人公たちの心と体の成長が描かれている。 単行本は2012年4月現在、チャオコミックスより、1期から8期が1巻から8巻、0期が内緒のつぼみから芽生え、マイナスとして刊行されている。0期を除き、同じタイトルに関数が付く形式になっている。なお、雑誌掲載時のタイトルはいずれも内緒のつぼみで、副題や奇数表記などは一切付いていない。登場人物と、 作品世界が明確に同一の一環と、芽生え、マイナスを除けば、それぞれの巻に連続性はなく、共通点は、テーマと、主人公の名前がつぼみであることのみである。ただし、気をまたいでの共通点がいくつか存在する箇所もあり、同じ世界、同じ学校が舞台ではないか、という説もある。具体的には、2期のつぼみの担任と同じ顔の教師が、0期に登場している。 三期に出てくる、ある品に、六から一川原という記載があり、名字が二期の床と一致する、一期の葉の姉と同一と、おぼしき人物が四期五期六期八期にも登場する、五期のアリスとおぼしき人物が八期にも登場するなどである。この見方については、内緒のつぼみハンブックでも触れられているが、現状ではあくまでも、推測の一期を出ない。主人公は、共通して、 ツーサイドアップという紙の結び方をしている。2005年4月、単行本が一貫発売時に、アマゾンやセブンワイなどのネット通販などで特に男性層に爆発的に売れ、一般週刊誌などでも話題となった。2007年12月現在での累計発行部数は55万部と、学年誌に掲載された女子向け漫画の単行本としては異例な売り上げを見せている。 2009年1月20日、第54回小学館漫画小児童向け部門を受賞。少女向け性教育漫画のため、少年の体の変化はあまり詳しく描かれていない。1期と4期で勃起、性痛、無性道を取り上げ、3期では男女の体つきの違いというテーマでのみ、軽く触れられている程度で、基本的には少女向けの内容が大半を占める。 しかし例外的に6期は男女のお互いの人格が入れ替わるという基本設定上、ほぼ半々の割合で少年の体の変化について積極的に描かれている。連載時には性教育にまつわるコラム記事が連動しており、本編最終ページの次ページに掲載されることが多い。ただし2.78期は記事と連続したページになっておらず、0期には 連動記事自体がなかった。2010年2月の小学5年生休館を受け、7期と8期は掲載詞が0期と同様の小学4年生に変更された。しかし、2012年2月の2012年3月号の8期終了とともに小学4年生も休館8年間の連載に幕を閉じた。2014年10月15日に一期を原作とした小説版が 内緒のつぼみさよならのプレゼント2015年3月25日に6期を原作とした小説版が内緒のつぼみあたしの体あいつの心として小学館ジュニア文庫からそれぞれ発売された小学4年生の2004年3月号および小学5年生の2004年4月号から2005年3月号にかけて連載された全13話番外編として やぶうち、ファンブックやぶうち、夕の、なお話と、内緒のつぼみファンブック女の子の、初めてのお話への収録のために書き下ろされた作品がある。両作とも書出時には、サブタイトルはなく、第七巻に再録された際にそれぞれ、先っぽと、あそこという題名が付けられた。とある家庭の一人っ子として育った女の子、立花つぼみは、ある時、母から、お腹の中に、 赤ちゃんができたことを知らされる。ずっと前から手米を欲しがっていたつぼみは、心から嬉しがり、友達の山吹愛と、加藤恋愛にそのことを話すものの、つぼみの両親がエッチなことをした証拠と、恋愛から言われ、硬直してしまう。エッチなことってどんなことだろうと考えてしまったつぼみ。その時、いつの間にかつぼみのクラスにいた謎の少女、遠藤耶が、つぼみの目の前に現れ、 声をかけてきた。つぼみはとっさに考え事をさやに話し、頼りがいのある言葉をさやからもらった。その後、つぼみとさやは深い絆で結ばれた友達になっていく。定前ができることを嬉しがる間に、つぼみの体は知らないうちに、大人へ一歩ずつ近づいていった。所長、体の悩み、男女の違い、そして、恋を通して、つぼみは、友達と共に成長していく。 人名には草焼き、花の名前が入っている。小学4年生の2005年2月号から3月号、および小学5年生の2005年4月号から2006年2月号にかけて連載された。全13話。小学5年生の草壁つぼみは背が高く運動神経が良いクラスから頼りにされる快活な女の子。そんな彼女にもある一つの悩み事があった。 その悩み事の湧き所は、幼馴染みの推しいレイアサでレイアサは、つぼみのスカートをめくったりするなどの直解を頻繁にし、つぼみの悩みの種になっていた。つぼみはレイアサと仲良く喧嘩しながら、毎日を過ごす日々を送っていた。そんなある日のこと、つぼみとレイアサが部屋で遊んでいると、部屋の天井から不思議な穴が開き、そこから少年の格好をした異星人が現れた。 草壁つぼみをはじめとした人間と、異星人クローゼットの交流、交流の傍らで身体ともに成長し、恋に芽生えていく草壁つぼみの姿が描かれる。人名は家や家具に関するものから付けられている。小学4年生の2006年3月号、及び小学5年生の2006年4月号から2007年2月号にかけて連載された。全1話。 シーナツボミは絵を描くことが大好きな、幼さが残る無邪気な性格の女の子。もうすぐ小学5年生になるツボミは、5年生になったら、シャープペンシルの使用が解禁されることを楽しみにしていた。5年生になる前のある日、ツボミは、幼馴染みで、しっかり者のカンズと一緒に文房具屋へ、シャープペンシルを買いに行ったが、理想のシャープペンシルが見つからず、文房具屋を後にする。 文房具屋からの帰り道、つぼみと缶図は、転んで写生用具が入っているカバンを落とした黒い、コートと帽子の姿のお兄さんに出会う。一緒に拾い物をすると、チューリップがついている、可愛いシャープペンシルが、つぼみの目につき、つぼみはこのシャープペンシルをもらうことになった。家に帰り、つぼみは、そのシャープペンシルを使って、絵を描いてみると、描いた絵が、むくむくと浮かび、 実体化して生き物のように動いてしまった。そんな不思議なシャープペンシルを手に入れたつぼみは、漢図を道連れにして様々な波乱に満ちた出来事を起こしたり巻き込まれたりする。つぼみ以外の人名には学校の教科に関する文字が入っている。つぼみ取り以外の主要登場人物の名字は、連載終了後に発売された内緒のつぼみファンブック女の子の初めてのお話にて、 明らかにされた。小学3年生の2006年3月号、及び小学4年生の2006年4月号から2007年2月号にかけて連載された。全12は、一期の前年の話で物語世界や登場人物は共通している。ヤブンチ・ユーの連載作品の中では、ピュアピュアや七期と並んで、主人公の年齢が最も若い。 対象学年が下がったためか、内容に性教育的な要素はほとんどない。1話ごとのページ数は8ページで、滝に比べて少なめ。ストーリーは基本的に第9.12話を除いて、前後編の2話で完結する流れになっている。0期というのは1期の前だからということで、作者サイトや関連書籍で用いられた故障である。単行本は、 内緒のつぼみから芽生え、マイナスのタイトルで発売。小学4年生になった、立花つぼみはペットを欲しがっている女の子。ある日のこと、公園で、恋愛と八重の3人で、熱い気持ちでキスをしているカップルを見かけた。つぼみたち3人は、カップルの様子をずっと見つめ、つぼみは、その熱愛ぶりに衝撃を受ける。キスってどんな感じなんだろうと。 心の中でドキドキしながら考えてしまったつぼみ。家の中でいろいろと考えていると、ベランダに小鳥が迷い込んできた。つぼみは小鳥が呼び込む様々な出来事を通じて成長し、恋に芽生えていく。基本的に一期の登場人物と同一である。小学5年生の2007年4月号から2008年3月号にかけて連載された。全12話。 新学期を迎えたある日、高梨つぼみのもとに見知らぬ差出人の E メールが届く。差出人の名前はミラ。つぼみが初めて通る道を通っている時、知らない人に君のお父さんが病院に運ばれたと聞き、その人の車に乗ろうとしたのをある少女に止められた。その少女はつぼみの新学期からのクラスメイトだった。名前はミライ。 e メールの差し出し人と同一人物なのか、それとも、登場人物名は十二子にちなんだものになっている。高梨親子以外の登場人物の名字は、連載終了後に発売された、内緒のつぼみファンブック女の子の、初めてのお話にて、明らかにされた。小学5年生の2008年4月号から2009年3月号に、かけて連載された。全12話。 小学4年生の2008年3月号掲載の予告では SF な冒険。単行本題4巻での5期の予告編では SF 度高めでよりファンタジックな展開と歌われている。登場人物名は有名 SF 作家の名前から付けられており、誕生日も元ネタの作家のそれと同じである。藍崎つぼみは父親と二人暮らしの女の子。小学五年生になったある日、 つぼみが家に帰って、ベッドで漫画を読もうとした矢先、父親から電話がかかってきて、ベッドから滑り落ちてしまう。滑り落ちた先は、なんと、もう一つの世界で、そこには、つぼみと全く同じ姿の女の子がいた。つぼみと同じ姿の女の子に名前を聞き、つぼみと同じ姿の女の子もつぼみに名前を尋ねて、見ると、お互いに、愛崎つぼみと、名前が返ってきて、戸惑ってしまった。 翌日、そのことを友達に話してみると、つついた歌詞からは、それって、パラレルワールドではと言い,い、朝倉千春は、頭おかしいじゃねとからかいと、買ってきた。家へ戻り、千春のことを考えているといきなり、つぼみと同じ姿の女の子が来て、やはり、これは、パラレルワールドと、お互いに感じて、意気投合し、つぼみは、花形のヘアゴム、つぼみと同じ姿の女の子は、 星型のヘアゴムをそれぞれつけて区別することにした。つぼみは星型のヘアゴムをつけたつぼみが住むパラレルワールドに入るが体の成長具合が違ったり住んでいる街の風景が異なっていたりとつぼみが住む世界とパラレルワールドの世界の違いをお互いに実感するのであった。つぼみと星型のヘアゴムをつけたつぼみが交流している間につぼみの体は成長していき 腰型のヘアゴムをつけたつぼみの好きな人がつぼみと違ってくるようになった。胸の成長、好きな人の相違による衝突、所長、父親の再婚、そして告白を通してつぼみは成長していく。小学5年生の2009年4月号から2010年3月号にかけて連載された。全12話。小学四年生の二千十年四月号から二千十一年三月号に、 かけて連載された。全12話。前期までより1学年下を対象とした雑誌に移ったため、主人公も従来より1学年下がり小学4年生になった。また、掲載誌の本誌ではなく、別冊付録、月刊コミック小学4年生内での連載となった。成長などの性教育的な要素は残っており、性教育関連の記事は7月号から本誌に掲載され連動している。 一話あたり十二ページ前後。小学四年生の2011年4月号から、連載から2012年3月号にかけて、連載された。前十二話。七期と同様、主人公は小学四年生で、別冊付録、コミック書4内での連載となる。一話あたりのページ数は六期以前と同じ15ページ前後に、戻った。性教育関連の記事は、8月号以降本誌に、 掲載されるようになった。初版についていた帯をはじめとして、単行本表紙には、性教育を前面に出した売り文句が多用されている。また、その文面は、漫画としての内容に、あまり合致していない部分が見受けられる。例えば第二巻の帯では、成長に関する疑問に答える本である胸を、草壁園にセリフとして言わせているが、彼は、本編では教える側ではなく教わる立場である。 なお、第3巻以降の帯は、各巻のあらすじに合わせた売り文句とプレゼント等の告知が内容のメインになっている。礼期の初反対で、アニメ化の企画が2008年の春を目指して進行中であることが明かされ、2008年4月から6月に一期を元にした OVA が発売された。DVD で関数は全3巻。各巻とも通常版、限定版の2バージョンがある。 内容は原作にほぼ忠実だが、中盤のエピソードの多くが省略されたほか、ラストが若干異なっている。キャラクターデザインは原作と比べ、柔らか味を増したデザインとなった。内緒のつぼみのコンセプトの一つである、性教育は OVA でも受け継がれ、DVD の副音声機能を使用した、作中のシーンと連動する心と体の不思議に、 ついての解説が全3巻とも収録されている。解説を担当するのは日本家族計画協会クリニック所長の北村国を。限定版は各巻とも、原画集、チャーム、バッグなどのキャラクターグッズが同梱されている。第3巻のみ、オリジナルエピソードが収録されたドラマ CD もつく。ドラマ CD は、トールケース入りで、ジャケットも限定版、DVD 各巻とほぼ、 同じ仕様になっている。水色時代の DVD ボックスと同様に、小学館の雑誌に原作が掲載されたアニメとしては、珍しく、DVD には、小学館ビデオの文字は、一切入っていない。2008年10月から11月にかけて、CS 放送局である、パワープラッツの 103CH にて、PPV 形式で、早朝時間帯に放送された。 2018年5月14日から28日にかけて有料 CS 放送 ATX にて月曜日午前3時半に放映。以下の出展は小学館コミック内のページ、初紙情報の発売日の出展としている。ありがとうございます。